こんにちは。ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は以前息子がホームセンターで購入してきましたポロシリを掘ってみたいと思います。2袋ポロシリを買ってきて、1袋はこちらのポテトバッグの方に2個植えまして、あと1袋は畑の方に2個植えました。こちらのもうポテトバッグの方は収穫が過ぎてるぐらいに葉っぱもダメになっています。畑の方は結構まだ青青はしていますが、花も咲いて終わってますので、もう収穫してもいいのではないかと思いますので、今日は両方掘ってどれぐらいの違いがあるのかっていうのを検証してみたいと思います。それではまず畑の方から掘ってみます。今日はポロシリの収穫をしますが、今日も頑張ってやりますので息子さん協力をお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、抜かってるところがあれば補足もお願いします。はい、わかりました。はい、ポロシリを2株こちらとこちらに植えています。ポロシリに花が咲いて実がなってましたけども、実が落ちましたかね。落ちてないなってる。どこ行ったやら。葉っぱはまだ緑やね。でもこんなに斑点が出だしたっていうのはもう収穫していいですよっていう合図やから大丈夫だと思います。その時に芋は太らんが、うん、これぐらい置いちゃっても芋は太らんがもん。いや、多少は太ると思う。そんな余計太らん。そんなにぐんぐん太ることはない。はい、マルチをのけます。うわ、芋いっぱいついちゃう。いや、すごいすごいすごい、こんなにいっぱい。こちらはね、北あかり引くよ。一株ずつ。一株、はい。こちらの大きい株の方を引き上げます。見えてるだけでもよくついちゅう。でっかい。よくついちゅうね。結構。それが種も、ね、違うよ。どれ。その元よ。あ、これ、これこれ、これが種芋です。まだ腐ってはない、ほら、まだこれから太るのもある。そうやね。一株に結構大きいです。分けちょった方が分かりにくいですか。こっち置こうか、はい。まあ、上の方しかつかんき、見えるバーしかないということですね。多分朝植え焼きないと思うけど、深く植えてないので。あら、ミミズないね。ない、はい、残念ですね。そしたらもう一つ。はい、もう片方も掘ります。もう片方も大きいのが見えよ。でも先ほどはないか。こちらはちっちゃいじゃがいもがまだ種芋にくっついてます。3個。ここはそんな良くじゃないね。こちらはね、そんなに5個か。良くではない。こっちは良くついたね。これがもう1個ある。もう1個大きい。そんなもん。そんなもん。これで終わりやね。はい、はい、ないです。これです。はい、2、4、5個。5個と小さいのが2個やね。はい、もっと小さいのはここにくっつけて、まあ、風入らんぐらいの小さいやつ、はい、これは多分ポロシリはもうポテトチップスにして食べるしかないよね。いや、普通の食べ方でもいいらしいで。あ、そうなの。何でも食べれるっていう会長だ。ではこちら。はい、それは、ハサミ入れて、横に寝らして、ほら、どうなっちゅうかほぐしながら、ポロシリをポテトバッグの方に植えています。こちらもちょっと袋をハサミで切ります。切って、横に寝かしてほぐしていきます。ここに芽がある。これストローの多分。あ、そうですね。でもストローにしたら歯がある。
これは明らかにストロンの先やね、うん、太るよほら、うん、あ今ちょっと見えるね。これ種芋草っちゅう。あーそうかもしれない。これ種芋かも。あ、いくといいよ。飛んだ。これ どっちの芋か分かる？考えてみてみて。あ、肉植え中期。あ、こっちの株や。ほら。こっちの株が。あ、それで分かれるということ？そう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 。こうや。うん、だからこっちの株の芋がこれやね、種芋が。うん。ほら。そんなにけど、ちょっと待って待って。ん？そんなにこう、縦についちゅうわけでもないね。こうずらーっとついちゅうイメージだったけど、うん、そうでもないね。この芽が出た時に、うん、普通ほらストロンは伸びたらその先につくやん、うん、けどこのストロンは枝分かれになってついてっちゃう。そうやね。こんなの初めて見た、うん、ほらほらほらストロンの枝があって、うん、その先につく。そうやね。ね、珍しいね。こんな植え方したらこんなになるかよね。かもしれんね。あんま大きいのはついてないね。うん、大きいのない、まあ、追肥も何もしてない木。してない木や。このこれ追肥したらもっと実が大きくなっちゃうかもしれん、うん、まあ、説明書通りの作り方で作った木、うん、でも肌は綺麗よ。うん、ほら全然綺麗綺麗。あれはない。草花病。草花病はこちらの株はどうでしょうか。こちらもそんなに芋は大きくない。ここも種芋。これ草っちゅう。あ、もう種芋草っちゅう、うん、こちらもあんまりよくじゃないよ。これやっち。そうよね。ほら養分が足りないや。これじゃ足りんかったということや。これ養分がね、うん、まだストロンが伸びて一気に。これなんかはほら、うん、つくと思う。まあけど上がいかんなって急きょは。まあ上がね、うんうん、そんなに思ったほど収穫はない。思ったよりかは不幸に上だけで縦についちゅうわけではなかった、ね、なかった存外、うん、これはね2、4ちっちゃいの入れて6個。はい、そっちかは。こちらはそっちの方が多いか。2、4の8個、うん、これ入れると9個やけど。これはまあ数には。これは数に入らんの、うん、ちょっと重さ測ってみるようにする、うん、はい。ポテトバッグの方の1株に何グラムついてるかをちょっと小さいのも合わせて測ってみます。ちょっと測りがもう古いので200グラムのところに0に行かないといけないんですが、針がもう200で止まっていますので200をマイナスします。これで450ですので、いや250グラム、はい、1株が250グラム、もう1株がこれは60グラム多いです。何本？これから200引くと310グラム。はい、次は畑の方の株の小さい方からいきましょうかね。これで1キロ50、200引くと850グラム。はい、500グラムも。そうやね、全然多い、ね。まあ、芋全然見ても大きいし、まあ、畑やき養分が足りるきね。そうやね。大きい株の方はもうちょっとあると思います。じゃがいもが大きいです。1キロ140。あ、多いね。すごい。じゃあ1キロ、500、650から200いく基礎よ。1キロ400。正味1キロ450。うん、多いね。1キロ450あります。大きい株の方は、はい、結構やっぱり養分が少ないとこんな感じでしょうかね。畑の方が全然大きさも違うし数も多いです、うん。畑の一番大きいやつがどれ？重さじゃなくていいわ。もう見た目でかも、はい、それが一番。畑の一番大きいじゃがいもがこちらです。ポロシリのポテトバッグの方の一番大きいのがこちら。これぐらいの差があります。うん、すごいね。
すごいね。倍以上大きいね。倍っていうかね。一応重さ測ってみようか。一応測ってみよう。200。これで350。え、500あるから200引いたら300。はい。一つが300g。一つが100g もない。100g もない。3分の1ってこと。100g。これ500g。3倍ということか。すごいね。はい。はい。こういう結果になりました。あとは味を変えてまた食べてみます。今日のポロシニの苗が、こちらが畑、こちらがポテトバッグの苗ですが、もう株が全然違います。こちらはひょろひょろっと縦に伸びましたが、こちらはずんぐりもっくりで、花両方とも咲きましたけど、地植えの方はこのように実が止まっています。どちらも追肥はしてないですけども、やはり畑の方が地力があったんでしょうか。じゃがいもが大きかったです。数はそんなに変わらないと思いますが、若干多いかないうぐらいですけど、じゃがいもそのものの大きさがかなり違いが出ました。今回のポテトチップにするお手知りはこういう結果で終わりました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。うわ、今いっぱいついちゃう。いや、すごいすごいすごい、こんなにいっぱい、結構大きいです。そうだね、こんなの初めて見た。うん、ストロンの枝があって、うん、その先につく正面1キロ450、うん、多いね、1キロ450あります。